平野紫仕様、キングプリンスへのメンバーに温かいエール。生配信での感動的な瞬間。こんにちは、皆さん。今回は、キングプリンスへの元メンバーである平野仕様が、インスタグラムで行った生配信についてお伝えします。この配信には、グループの絆が再び感じられるエピソードが明かされ、ファンの心を温かくしました。 ジャニーズ事務所の動向にも触れながら、メンバーたちの未来への応援について考えてみましょう。生配信での驚きの瞬間。8月30日の夜、平野耀はインスタグラムで生配信を行いました。この時点で、キングプリンスを平や岸優太、神宮寺優太の3人が脱退し、長瀬門と高橋山の2人で活動を続けていました。 そして、この日に再びメンバーの絆が輝く瞬間が訪れました。高橋山沖置き去り騒動の真相。ファンの心を捉えたのは、平野がコメントを読み上げてファンと交流する中で、一つのコメントに対する反応でした。そのコメントは、長瀬角がパーソナリティを務めるラジオ番組で明かされたエピソードに関するもので、高橋山が誕生日会の二次会で酔いつぶれ、 他のメンバーに置き去りにされたという話でした。平野はこのエピソードを振り返りながら笑顔でコメントしました。彼は自身が酒を飲んでいなかったことを強調し、めちゃめちゃ優しいでしょ、俺、と自慢げに語りました。彼は冷水した高橋のモノマネをしながら別の日に高橋を救ったことも告白し、ファンを笑顔にさせました。 メンバーのやりとりが再現される瞬間。この生配信ではメンバー同士のやりとりが再現され、ファンからはメンバーのことを話している時の紫輝くん、すごく楽しそう。メンバーの名前が普通に出てきて、やっぱり仲いいんだな、という歓喜の声が上がりました。しかし、この夜にはそれだけではありませんでした。同じ日に放送された、レイディオガーデンでは、流せ、 高橋、騎士の三人トークが行われ、サプライズの出演が明らかになりました。この出演が、それぞれ長瀬によるサプライズだったことで、メンバーたちは再び笑顔で語り合いました。メンバーの未来へのエール。長瀬は騎士に、5人の活動、楽しかったと、尋ね騎士は楽しかったよ、ね。それは、もう、一生忘れない思い出、と答えました。 そして、長瀬は、みんな一人一人自分たちが選んだ道を楽しく進めてるわけやから、これから騎士くんがどういう活動をしていくか、知らせられる時期はまだ先かもしらんけど、それも騎士さん自身が選んだ道やし、俺ら二人もね、俺ら自身が選んだ道やから、ファンの人には温かく見守ってもらえたら、と語りました。騎士は、一生応援してます。 と、長瀬と高橋に呼びかけ、長瀬も、それはこっちもよ。仕様と人、神宮寺のことも、もちろんね、と返し、エールの交換が行われました。グループ分裂の理由と未来への応援。メンバーの絆が強いことから、なぜグループが分裂したのかという疑問が生まれます。ジャニーズ事務所の動向についても触れられ、ファンからは、何のために金プリはバラバラになったのか。 といいった声も聞かれています。最後に、メンバーたちはそれぞれの道を進んでいます。その未来を温かく見守ることが、ファンとしてできる最高の応援ではないでしょうか。結論。キングプリンスへの元メンバーたちの絆は、ファンにとって永遠に輝き続けるものです。彼らがそれぞれの道を歩み始めた今、応援の手を差し伸べ、彼らの未来を願いましょう。 彼らの笑顔が、いつも私たちを幸せにしてくれることでしょう。